フレーズ3のウォークアウト B を始めていきましょう。椅子に正しい姿勢で座り、背筋を伸ばしながら肩の運動をしていきます。肩を真上に上げて、後ろに持っていき、下げます。真上に持っていき、後ろに下げて、戻します。回数が終わったら次に肩を真上に前に持ってきて、下ろします。真上に前に戻します。 次の運動をやっていきましょう片足に重心を置き円を描くようにもも上げをし外に戻します上に上げ外に戻します補助が必要な人は椅子などを準備し補助に使いましょうもも上げをして外側に戻します 逆側もやっていきましょう。もも上げ、外側、戻します。もも上げ、外側、戻します。回数が終わったら逆側もやってみましょう。逆の動きもやってみましょう。外側から内側に。補助が必要な人は椅子を使っていい、外側から内側に持ってきて下ろします。 外側から内側に持ってきて下ろします。回数が終わったら逆側の足もやってみましょう。外側から持ってきて内側に下ろします。外側から上げて内側に持ってきて下ろします。 それでは次の運動をやっていきましょう2つのプランクポジションの運動を紹介いたしますまず1つ目は椅子を使ったプランクポジションです椅子の端を持ちプランクポジションの姿勢から息を3秒間吸い1秒ホールドし5秒間息を吐き出します同じ運動を床でやってみましょう 床でプランクポジションになり、体はまっすぐした状態に保ちます。息を3秒間吸い、1秒ホールドし、5秒吐き出します。3秒息を吸って、1秒保持し、5秒を吐き出します。 次の運動をやっていきましょうこの運動では椅子と2つのペットボトルの水が必要になります椅子に座って立つという運動をペットボトルの水2つと一緒にやっていきましょう座ると同時に胸元の前に出したペットボトル2本を体側に引き寄せます立つと同時に胸元前に出します横の視点からも見てみましょう 胸元前に出したペットボトボルの水を座ると同時に引き寄せます。胸を張り座ったり立ったりするときは背中をまっすぐにした状態のまま運動しましょうそれでは次の運動をやっていきましょうこの運動ではクッションが必要になります仰向けになりクッションを膝と膝で挟みます膝は90度 膝と膝でクッションを圧縮しながら息を3秒間吸い1秒ホールド5秒間吐き出します息を3秒間吸って1秒ホールドし5秒間吐き出します